マット・ブレイズは、セキュアシステム、暗号理論、トラストマネジメントの領域における科学者である。現在、ジョージタウン大学の法学部、計算機科学部の教授であり、トアプロジェクトの理事を務めている。プリンストン大学で、計算機科学の PHD を取得した。1992年、ブレイズは AT&T にて勤務している際、CFS と呼ばれる。 ユニックス用の暗号化ファイルシステムである共暗号パッケージの実装を行った。CFS は NFS を転送機構として使用しており、ユーザーが選択したディレクトリ階層の暗号化をするが、鍵を提供後に暗号化されていない状態で、そのディレクトリ階層にマウントすることを可能にするものである。1993年11月、彼はこのプロジェクトに関する論文、 ユニックスに対する暗号化ファイルシステムを第1回悪夢コンファレンスオンコンピューターコミュニケーションズセキュリティで発表した。また、論文暗号化ファイルシステムにおける鍵管理をユズニックスサマー1994テクニカルコンファレンスで発表した。さらに彼の提案により AT&T はこのソフトウェアをパブリックドメインとして公開し、 ブレイズは1997年までその拡張と普及に努めた。今日でも複数のユニックス・リナックス・ディストリビューションでダウンロード可能なパッケージとして利用されている。1990年代初頭の暗号戦争の最盛期にブレイズはサイファーパンクのメーリングリストに参加し、1994年にクリッパーチップの盗聴メカニズムに重大な弱点があることを発見した。 彼の論文プロトコルフェイラーインザイスクロードエンクリプションスタンダードではクリッパーのエスクローシステムに深刻な脆弱性があることを指摘している。それは総当たり攻撃によってキーエスクロー機能を無効にしながらクリッパーチップを暗号化デバイスとして使用することが可能になるというものである。また彼はこの時期に安全な鍵帳の計算に関する 画期的な論文を強調した。2003年、彼は独自に鍵破りにおける公然の秘密であった物理的ロックのマスターキーに関するセキュリティ上の深刻な脆弱性を再発見したが、それを包み隠さず情報公開するという決断が物議をかもすこととなった。ブレイズはベール研究所を退社後、2004年から2018年までペンシルバニア大学の計算機、 情報科学科で准教授を務めた。その後、ジョージタウン大学で法学部と計算機科学部の共同教授を務めた。2016年7月、トアプロジェクトの理事が全員辞任し、マットブレイズらが新しい理事に就任することが発表された。2018年、保持していたクリプト .com ドメインを暗号化クレジットカードの会社に売却した。売却金額は 非公開である。ブレイズは特定の実態が特定の行為を実行することを許可するべきかどうかを決定するポリシーシステムを表す言葉としてトラストマネジメントという信号を作り、現在までこの領域に対する基礎研究に従事している。ありがとうございます。